防空キンをかぶった女性防空キンとは太平洋戦争末期の日本で使われた空襲の際に落下物から首筋や顔を守るキンである。同時に頭髪を抑え込み頭髪が燃えるのを防ぐ役割も果たす。肩や首をすっぽりと覆う形で面やも面を干渉剤として使っており落下物や破片の衝突から頭部を守ることを目的としている。ヘルメットのような 高質な素材ではないことから、得てして防御力はそれほど期待できなかったが、水に濡らして被ることで、焼夷弾などによる火災の熱や火の粉から頭を保護することにも利用可能であった。形状としては長方形の座布団の2辺を縫い合わせ、首の後ろから伸びる紐を取り付けたようなもののほか、頭を覆うフードに肩まで伸びるクッションが垂れ下がったようなものが残されている。着用に際しては、 首の後ろから伸びた紐は下で結ぶ。第二次世界大戦末期の日本では、制空権の確保ができず、日本本土で全国的に空襲被害を被り、特に軍事拠点や政府機関の要所があった地域の都市部に重点的な爆撃が行われ、市民への被害も日常的に発生した。防空法によって都市部の住民の避難の禁止、 消火活動参加への義務が被害を拡大した。これらから身を守るために1943年頃から利用された。もちろん、落下してくる爆弾や、焼夷弾の直撃や、あるいは戦闘機の機銃装作を防ぐことは、ままならなかったが、防空号に対比して、なお爆撃の衝撃で号が崩落した際の土石の落下や、爆散し飛来してくる爆弾や高射砲弾などの、 破片を防ぐ程度の効果は期待できたため、主に女性や子供に着用された。児童、学生らはこれらを、登下校や移動の際に携帯し、空襲警報が発令されるとすぐさまこれをかぶって、避難したという。これらは、各家庭にあった衣類などを再利用して保護者がおのおの、制作したため、現存し、平和資料として保存されているものも様々な模様、形状をしている。 また、現在の学校などで用いられている防災図巾の原型といえるものであり、防災図巾には素材を戦後に開発された難燃繊維や不燃性のものに置き換え、耐熱性改善や軽量化、夜間の避難を考慮した反射テープの調布などの安全性向上のための改良が加えられているが、現在でもその形状は、かつての防空図巾を概ね基本にしている。ありがとうございます。